今日は仕事終わりに山小屋でランチ。あっち。まこまこチャンネルスタート。この時間はランチがお得だからね。やっぱランチセットでしょ。うまそう。この油多めのスープたまらん。レンゲに残ってるよ油。いただきます。うまうま、スープうめえ。安定の中太麺いただきます。あーうまい。早速ニンニク投下。豆板醤も投下。これはたまらん。だいぶ噛み締めてます。うますぎー。早速黙々と食べていく。油多めのスープは冷めなくてうまいね。熱いけどね。やっぱ山岡屋は特製味噌一択かな。餃子をスープに浸してみる。これずっと気になってて合うんじゃないかなと思ってやってみた。かなりうまい。なんだこれ。これ好きだね。スープビタビタの海苔うまーい。おお、うめえな。なんだこれ、マヨネーズとチャーシュー、ネギ、合いまくりじゃん。ここでラー油投下。確か一味投下。ピリ辛でうまさ倍増。たまんねー。もちろん丼にもニンニクとか。もうちょいラー油。当たり前でバカうまー。いや本当にこれ美味しかったね。みんなも食べてみてね。食べた時あると思うけど。
唐突に餃子をスープへダイブ。これはやっちまった。うますぎる。スープに浸した餃子美味しかったからね。やっぱ間違いないわこれ。なんか決め顔ですいません。群馬の方には餃子ラーメンあるからね。まあ餃子が直接入ってるわけじゃなくて具材が入ってるだけだけどね。皮は確か入ってなかったはず。みんなも特製味噌に餃子ダイブぜひやってみてね。美味しいから安心して食べてね。ごちそうさまです。ご視聴いただきありがとうございました。